Hey, brother and sister, welcome to Yokuso. ちょっといつもつけてるキャップがどっか行っちゃったので、今回こちらのキャップつけてます。中根です。あ、第22回小さい頃トラウマだったのが合格じゃーということで、3週連続秋のトラウマ祭り3週目です。まあなんとか3週目なので、これを乗り越えていこう。頑張ろう。グロエモン。グロエモンとかバカ懐かしいな。これですよ、グロエモン。サムネグロ。伸び家にあってはならないことが起きてる。それでは見ていきましょう。なんか来た車引きあやめたすごいですね。深層ウェブで見つかった動画。深層ウェブっていうのは、まあ僕もそんな詳しく知らないんですけど、ネットの深層にあるウェブです。わあ、気持ち悪い。うわあ、タッパでかっ。へいへいへい。おいしい、ファンタスティック。うわぁ、なに？うぅぅ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 戦んといて自分を。なんなんだよ。うわぁ、なんだよ次は。怖い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 。腕気持ち悪い。やめて。待って、無理じゃん。やだー。うわぁ。怖ー。頭がおかしくなっちゃうぜ。これ以上頭がおかしくなってしまったら、どうやって生きていけばいいんだってんだい。裸足のゲン。でも裸足のゲンは絶対一生に一回は見た方がいいと思いますけどね。リトルボーイズ、ね。うわー。やだなー。やだな、ほんとに。うわー、もうやだ。うわー。本校は後ろの女。これ結構トラウマっすね。あのシンプルだけど怖いみたいな。行っていきましょう。埼玉県所沢。いいね、キュウリ。キューカンブル。前略、初めてお便りいたします。確かね、長澤まさみが出てる。忠之、時間よ。遅刻しても母さん知らないからね。もうほっとけば。私の方が遅刻しそうなんだけど。そうはいかないでしょ、試験だって言うんだから。一見ごく普通の家庭のようですが、私と子供たちの間には私にはとても理解の及ばぬ深い溝が横たわっているのです。後ろの女。うわやだ。いやもう参った、寝不足だ。何言ってんの、さっさと顔洗ってご飯できてるわよ。いや、ゆうべまた誰か部屋に入ってきてさ、布団の上乗っかんだぜ。やっぱりあれお兄ちゃんが拾ってきたんだ。もう迷惑してるんだからね。しょうがねえだろ、俺だって好きで拾ってきているわけじゃねえよ。気をつけてよね。見えねえのにどうやって気をつけろって言うんだよ。そんなこと自分で考えてよ。お兄ちゃんはいいよ、見えないから。私の身にもなってよね。見えませんよ。見える、見えない。子供たちがそんな奇妙な言い合いをすることはしょっちゅうでした。レベルの高い会話だな。どうやら息子はその見えないものに取りつかれやすいたちのようで、妹の方はといえばそれが見えてしまうらしいのですが。すごい家庭だ。私や夫にはそういった経験が全くなく、いい加減こういう生活は終わりにしたいと思っていました。かわいいな、長さんもね。ねえ、まゆう、ちょっといい？あなたや高幸のことが心配で。どんなものが見えるの？昨日のはね、変な格好したおじいさん。でも朝には消えたみたいだから。大丈夫なの？でもしょうがないよ。それにさ、あんなの見えない方がいいって。ただいま。高幸、あなたもちょっとこっち来て。母さん話したいことあるんだけど。ごめん、もう眠くて眠くて少し寝る。やばいよ、なんかやばいもん見えてるよ。疑っているわけではありません。もし自分にもそういうものが見えれば、もう少し子供たちのことをいろいろ分かってやれると思うのですが。見えない方がいいって。でもお母さん、本当見えない方がいいって。うー、怖い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 。まゆ、晩飯できたら起こしてくれる？おいまゆ、どうした？なんか変な音しない？ポタポタ言ってる。何？何？何？
何？めちゃめちゃシンプルだけどめちゃめちゃ怖い。なんだろう、昔のホグワーって本当にさ、シンプルなくせにバカ怖くね？ね？ああ、寿命が25年縮んだわ。よりも奇妙な物語、蛇口。浅村貴子さんのご自宅でしょうか？はい。軽井沢救急医療センターの者です。貴子は私の妻ですが。先ほど奥様がこちらに救急搬送されました。あらま。二酸化炭素中毒で現在意識不明の重体です。じゃあ行ってきます。病院まで来ていただきたいのですが、病院の住所を言いますので、メモを取っていただけますか？え、何？蛇口。電話聞いてあげて。一生懸命住所今言ってんの。また、あいつが現れた。あいつってどいつ？蛇口のこと？蛇口のことあいつって呼んでんのこいつ。あいつが最初に現れたのは、八つの時だった。ひねった。何も出んのかい。え？出るんか？さては。うわぁ！黒い！嘘でしょ、母ちゃん。もしかして最初にあいつが現れた時、釣ってる？母が釣ってるな。死んだ。釣ってるよな、やっぱりな。父の借金を苦にした自殺だった。電話、お母さんだった？どうしたの？あ、可愛い娘。顔真っ青だけど。お母さんが病院に運ばれたって。え、何が落としてんの？早く病院行くよ。あれから何度か俺はあいつに遭遇している。そこかよ。ひねっちゃうからだよ。ほら、また出た。やだ。大丈夫か、金山。金山。大丈夫か。誰か救急車呼べ。金山、大丈夫。聞こえるか。親友が心臓麻痺で倒れた。懇意にしていた上司が蜘蛛膜下出血で倒れた時。私が付き添います。係長、そのご家族に寝るか。あ、蛇口だ。だから電話をほっとくなって。身近な人間が生死をさまようとき、あいつは決まって現れる。あいつが現れたからといって必ずしもその人間が死に至るわけではない。なんだと？美咲がまだ4歳の頃、事故に遭い意識不明の重体になった。ひねり癖あるよな絶対。タバコみたいな、あったら吸っちゃうみたいな、あったらひねっちゃう。透明な水。ゆうちゃん、美咲目覚ました。赤黒い液体が出ればその人は死に、色のない液体が出れば一命を取り留める。どういうわけか、あいつは俺に身近な人間の生死を伝えにやってくる。そういうことか。数時間も。私そろそろ出かけるから。わかった。ねえ、そんなところに入れないでちゃんと袋に入れてよ。明日ゴミの日だから今日中に全部終わらせてよ。あと、あのバーベキューセット物置に入れといて。こき使われてんな。2年前、父親の遺産を相続した妻がこの家を建てた。もともと妻の方が稼ぎが多く、結婚以来随分肩身の狭い思いをしてきたが、妻がこの家を建てたことにより俺の肩身はますます狭くなった。今日の午後、妻は父親の残した軽井沢の別荘に一泊二日の旅行に出かけた。今夜は山でしょう。今晩持ちこたえたとしても意識が戻るかどうかの保証はできません。娘には連れの男性がいたことを秘密にしたいのですが、妻の浮気に気づいたのは去年の夏頃だったと思う。おいおい、嘘だろ。お待たせ。お腹空いた。妻に対する明確な憎しみを覚えたのはこの時だった。あらまあ、一度芽生えた憎しみはじっくりと日をかけて増殖し、俺の心を蝕んでいった。かわいそうなやっちゃな。小さな傷口が海、やがて体中を腐らせるように。ポエマーだなこいつ。一旦家に戻るな。蛇口、もうひねりたくてしゃあないんやな。蛇口依存症かもしれん。何、1週間前お前がやったんか。1週間前、俺は妻に言いつけられ別荘へやってきた。掃除をするために。俺は知っていた、妻が誰とここへやってくるのか。お待たせ。お腹空いた。地獄じゃの。ああ、なるほど、そういう手口ね。さあ、クソ女は生きてるのか。運命のおひねりタイム、レッツゴー。止めやな。はい。お母さん、さっき意識戻ったよ。強い。お医者さんが奇跡だって言ってた。なぜだ。こいつは憎しみだけで動いている。またあった蛇口。なんじゃそりゃ。やっぱひねり中毒だよな。ひねりたくてしょうがないんだよ。あ、かわいそうに。何それ。うわー、お前の蛇口だったんか。
あ、なるほどね。落とし方うま。主人公が落ちて落ちて死んでるし、蛇口も自分の蛇口で赤い水がドバーって出てしまったっていう落ちで。完璧ですね。すげえ。いや、俺もこんくらいうまい話書けるようにならないとな。ということで今回はここら辺で終わりたいと思います。なんとか3週連続を乗り越えた。ということで次回は、大体月の初めに毎回やってるので、再来週ですね。それでは再来週のトラウマでお会いしましょう。さよなら。